あ、多分大丈夫。いや、体調悪くて。あと15分か。あったかいうちに。あー、つらい。つらい。ちょっとママ、塩ちょうだい。うわ、パンツ見えた。見えてない。見えたよ。見えたよ、今。紺色でしょ、紺色かなんか。紺色、あの、白と、なんか、白は。カッパーって開いてたの。違うよ。だから椅子が、ここなんだよ。ここ。ここの椅子だから、カッパーって開いてた。わかる？誘われてる。誘われてます。塩かけた？え、塩そこ。ああ。あ、ご飯。ご飯いい。ねえ、ウニちゃん、本当にやめてもお前いい加減にしろよ。大概にせえよ。怒るよ、本当に。もう分かった、ウニちゃん。一回抱いてやるわ、近々、来月。もうそれでいい？うん、一日配信休んで。ウニで作るから。もうそれ、だからもう許して。もう落ち着いて。一日あげる、来月。特別だよ。もうそれでもう落ち着いてよ。うん、ウニさん分かんない、何歳か連絡も取ったことないよ、裏で。うん、ウニちゃんでも優しい人なんだよ。なんでかっつったら、まゆも応援してくれてたからね。うん、だから女だったら誰でもっていう子ではないんだよ。わかる？嫉妬とかじゃないんだよ。純粋に多分本当にリンちゃん嫌いなんだよ。うん。女とかなんて本当に嫉妬じゃないのは多分本当なんだよ。でもはっきりしてるから嫌いな人は嫌いなんだよね。うん。ガチで嫌なんだろうね。うん。やめるか。リンが無理、嘘つき大嫌い。じゃあ俺が怒っていい？じゃあ。詰めようか。その上で はっきりさせてやればいいんじゃない？うん。謝罪させようか。嘘をめくって。それならいいんじゃない？俺、りんちゃんにそんな嫌なことされてないから、つなちゃんは嫌だよ、俺。されたからね。いや、りんにこだわるって言ったから、たまたま千葉にいるからよ。うん、で遊ぼうって言われたから別にいいかなと思ったの。予定ないし別にいいでしょ、うん、いらない見てもさ、もうどうしたらいいの、いろんな、うん、じゃあ俺の意見言うよ。別に暇だから遊んでもいいと思ってる。これが俺のノリっていうか簡単な理由だよ。別に暇だしね。うん、でナイス諦めるのって、そのナイスもイベントもやってるけど、その自分が楽しむのも大事でしょうよ。うん、そのナイスのために好感度ばっかずっと気にしてやるの。じゃあ来月もずっと言いたいことわかる？言ってもここ投げありがとうございます。あ、マーさん、うん、じゃあずっとやらないのってなるでしょ。でずっとリスナーの顔色がかかってやるのってなるでしょ。相談はするけど結局は自分が好きにやればいいじゃん。で縛られたくない、俺自由なんだからね。フリーだし自由だし好きにさせてよ。うん、で手出したりそういうね
恋愛関係に発展するなら離れるの分かるけど、今の段階ではおかしいでしょ。絡むぐらいに。5個ありがとうございます。あ、まーさんね、ありがとうね。分かってくれた。ドカノメちゃん戻ってくるよ、うん、絶対に。ね、そうした、うん、地雷と絡んで、それは分かってるけど、別に絡むぐらいはできるし、あの地雷にさせないよ。普通にあの絡むだけよ。だから無理ですって。じゃあ見てみてよ一回。不快にさせないようにやるから。もう大変だなと思ったらナイスください。いや本当不快ならもう見ないで、見たい人だけ残れば。10個。あ、まーちゃん10個ありがとうね。まーちゃん、まーちゃんさ、なんか俺の推しって分かるやつつけてほしいな。まーちゃん5倍あります。あ、サーちゃんね、おいしい、おいしい唐揚げ、うん、本当においしい。で、心霊は一人でやるよ。いや、見ませんねって言って、今日だけにしな、うん、今日だけにね。俺ね、これ俺だけかな。で、明日からも見ないんだったら、じゃあもう断るわ。いや、断れればいいよ。断るわ。うん、何するの一人で、リスナーのために。うん、つけました。あ、ほんと嬉しい。わーちゃん、ファンタスティック、あーちゃん助けて、イベント。あーちゃん、最近あーちゃんファンタ投げてすぐいなくなっちゃうんだもん。またいなくなるんでしょ。こうちゃんの配信見てないんでしょ、あーちゃん。最後にゲルマンさんだから、うーちゃん絡まないよ、もう断るよ。ごめんね、うーちゃん、断るよ。もうこれ以上いなくならないで、みんな。あーちゃんファンタスティック、あーちゃんありがとうございます。あーちゃんありがとうね。あーちゃん、こうちゃんって呼んでくれないの？断って、うん。うーちゃん大事だからね。いなくならないで。リスナーさん一番大事でしょ。断るわ。何よ。りんちゃん断った方がいいんじゃない？いやー、5倍センキュー。あーちゃんナイス、300発。あーちゃん、こうちゃんって呼んで。あーちゃん声聞いてないのかな、うん、アレンス、あーちゃんはどう思う？千葉にいてね、でりんちゃんに遊ぼって言われ、俺はいいと思うんだけど、リスナーさんが嫌がったら断るべきだと思う？みんなのちゃんと意見を答えて、ただ絡むだけだよ、うん、しかもこの家も6時までだから、誰とも、いや、あのうーちゃんってすごい応援してくれてるんだよ、マジで。今月ね、だからやっぱ尊重しないとね。すごいんだよ、もう特別扱いできるレベル。うん、もういないんだったら、もういなくなったんだったら意味ないじゃん。いる、うーちゃん断るよ。それでいい、いいじゃん。ちょっともうメンヘラやめても、うん、もう疲れる、ほんと返しなさいって。もうなんかいじめられてる。マヨはご飯食べないからいらない。ちょっと5分延長いいですか？あ、いいですよ。やった。
6時5分まで延長入ります。うん、コラボするって配信してる？もう手遅れか。ゼロワンさんとこ俺もう張り切ってるね。これどうする？メンヘラじゃん、ガチリアンチ。じゃあ俺アンチやる今日。うーちゃんそれでいいじゃん、マジでやるわ。うん、ガンガンやる。うん、それでいい？アンチコラボする。うん、それでいい？じゃあそんならいいじゃん。うん、ガチアンチやる。うん、それやるから、ギャフンと言わせるから、それでいい？もうもうこれ以上苦しめないで。あ、疲れた俺、元気ないの。こういう現状だわ、多分大変でしょう。うん、関わる時点で無理さ、そうなるかすごまない。関わる時点で無理か。じゃあ断るからフォローしてくれる？じゃあ今断るからフォローしてくれる？じゃあそれでいい？で仲直りする？じゃあこれでいい？化粧してるぐらい別にね、断れるから今から断るからいい？じゃあ答えて。うん、断るからフォローしてくれる？じゃあ仲直りできる？なんで答えないの？うん、変わったよ、もう怖いんだよ。何信じれないって、何なのお前も。もう疲れるわ本当。なんかしたの俺みんなに。もしもし、あれ声がちっちゃいな。もしもし、はい、ちょっとあのリスナーさんのちょっと反対が多くて。あ、もういよいよ終わりましたよ。ちょっとリスナーがちょっとすごい嫌がってるんだけど、なんか他の形はないかなと思い。どういう形ですか？どういう形がいいんだろう。あの宣伝してリンちゃんの枠踏んでもらえるようにとか、リンちゃんの枠行ってあげてとか、そういうのはできるけど。いや別にそういうのはいらないですね。うん、別にいらない。あのリンちゃんって俺だって仲良くなりたいって感じ。あのなんか一緒に配信でなんかしたいことがあるとか。あ、ありますよ。したいこと？カラオケとか心霊とか。カラオケ？カラオケとか心霊とか。カラオケと心霊？特にどっちでも。心霊配信は一人でやった方が多分いいと思う。でカラオケ。でカラオケは多分ぐだる。俺が下手だから。カラオケは。じゃあなんだろう。めちゃくちゃぐだると思う。飲み配信で、あんまお酒もね好きじゃないから。うん、もうでも化粧終わりましたよ。あと着替えるだけです。うん、でも遠いから。遠いよね多分。遠いって言っても1時間かかんないんで。申し訳ないよ、そんな来てもらうの。フランさんはラジコンになる人間じゃないですよね。金梅さんがフワッチのキングはあのゼロワンさんって言ってたんで。でも投げ師さんがいなくなったらこれ以上。じゃ あ今日は中止でいいですか？あのアンケートで決めていい？
いや、それのアンケートさっき取ったじゃないですか。これもやり取りを全部含めて。じゃあアンケート取るんだったら、ゼロワンさんはラジコンに、ラジコン配信者になってもいいから、はい、家で決めたらどうですか。ちょっと私を引き合いに出すから、家が、あ、はい、が少なくなるんじゃないですか。これからラジコン配信者としてやっていくんだったら、ラジコン配信者になってもいいですかっていうアンケート取ってどうですか。はい、それでやってみます。私はこのまま待機してればいいですか。じゃあそのアンケートでやってみます。じゃあまた折り返してください。はい、すいません、失礼いたします。はい、失礼します。延長5分お願いします。あ、銀のラジコンになってれば。やば。ラジコンすごい。眠くないね。もう自分で決めていい。もう俺は寂しい、誰かといたい。もうそれでいい。遊ぼうって言ってくれて寂しかったし嬉しかった、りんちゃんでも。うん、それが俺の気持ち。うん、で寂しかったし、明日はまあ一人だしね。うん、自分で、うん、俺別にちょっと普通に絡みたい。うん、分かってるくれる人は内装してください。それが僕の気持ちです。アイテム来たよ、アイテム来たよ。あ、リリちゃん、モンジョリとかどうしてるの。こういうのはモンジョリちゃんは700ナイスまでお願いします。ナナちゃんもよくあるでしょ。これどうしてんの。反対されても絡んだりするでしょ。うん、ナイスをした。あ、タバコないかも。タバコ吸います。うん、今母ちゃん帰ってくる。帰ってくる、うん、ライターどこやりますか。モンジョリは自分で決める。あ、ならないんだ。全体の意見どっちが多いのこれ。うん、好きにしたらぜとね、絡まないぜ、どっちが多いの。結構いい勝負だよ、見た感じ。全体的で見ると、うん、ラジコンされんねやとかね。うん、そんな差ないよ、いい勝負だよ。うん、だって好きにするっていう度合いがあるわけで、その度合いは俺最近ずっと超えてないんだよ。うん、バイト別れてからね、度合いを超えて離れるならわかるんだよ。でも度合いは俺超えてないんだよ。彼女作らないっつって次の日に作ったりっていうのは度合い超えてるでしょ。これはね、リスナーを踏みにじってるんだよ。うん、でも度合いは超えてないから別にね、うん、の道考えた結果自分で B ちゃんファンタスティックナイス、ありがとうございます。今日はファンタが飛ぶね。うーちゃん、れいちゃん、 B ちゃん、うーちゃん、あーちゃん、 B ちゃん、ファンタスティックアリアンス。 B ちゃん、うーちゃん、れいちゃん、そうだね。で、あーちゃん、 B ちゃん、うーちゃん、れいちゃん、あーちゃん、4人ファンタもらってるわ。すごいな。でさっき1000倍も出たしね。で、アムチン、今回どうした？イベント、アムチンさん、きつい、やっぱり。うん、何と、リンが無理なだけなのにラジコン扱い悲しい、関わってから気づくといいですよ。うん、ラジコンじゃないよ、うーちゃんは。リンが嫌いなんだよ。うん、俺もリンが嫌いでも寂しいか絡む、それでいい。
違うか別に、うん、どうしたらいいのお母さん、うん、どうしよう、どうしよう、お母さん教えて、うーちゃんはマジで応援してくれてる人、うん、うん、うん、マジでよ、で毎日だよ、うん、どうしようで毎日長時間見てくれてるよ、どうしようお母さん、延長お願いします、あ、どうぞ、いいですよ、はい、うんうん、お母さん、タバコが欲しいです、来るから、クールライトは買ってくる、買ってくる、うん、うん、あ、知らないけど、どれクールライト、5ミリ、うんうん、お願いします、私、免許ないのよ延長料金取れって、金持ちだわ、金持ちだな、お母さん、大豪邸だ、これ、見てみ、これ、テレビ55インチだぞ、困ってねえわ、お金に、趣味サーフィンだよ、趣味、お母さんもわからないの、どうしたらいいか、どっち派なの、なんだっけ、もーちゃん、何、ぬんちゃん、もーちゃん、何、うーちゃんだよ、あ、うーちゃん、うん、うーちゃんは本当嫌いだから絡んでほしくないんだよ、でも俺は別に寂しいし、別にいいかなと思ってる、どうなの、え、みんなはどっちだって思ってるの、一緒ぐらいだよ、これ、じゃあちょっといい、りんちゃん嫌いな人ナイスをしてもらっていい、もう線いったら考えるわ、もうそんなに嫌われてるなら、うん、うん、ナイス、いい、ちょっと嫌いな人ナイスポチしてもらって、思いっきり増えたね、うん、行く、すぐ、うわ結構増えてるわ、うん、リンは嫌いやけどコラボはいいんじゃない、あーね、うん、うん、あコラボするなら消す、リンちゃん嫌いだから、うわ結構 一気に800いったね、すごくない、うん、嫌われてるんだね、うん、リンちゃんが一気に100増えた、これはすごいよ、100人か、100人のリンアンチで、リーダーがうーちゃん、リーダーがうーちゃんね、もうリスクあるか、アンケ開いてよ、じゃあ900ナイスで、うん、アンケ開きます、で、あーちゃんはあのタイミングでなぜファンタを投げに来てくれたのか、あのタイミングなんでだろう、そしてレイちゃんはなぜあのタイミングでファンタを投げて1000人投げた、で、B ちゃんはやっぱ俺を肯定派だから俺を後押ししてファンタを投げてる、うん、で、うーちゃんもファンタ3回投げてる、いや難しいな、うん、この幕の巡り、配信っていうのは人間の体と一緒なんだよ、血管があって血が巡る、巡る、コメントが血なんだよ、血が巡り、脳に指令、脳で指令を送ってどうする、何を感じ取る、コメントから目をそらすな、感じ取れゼロワン、どうするべきだ、どうするのが正解だ、どんな判断をし決断を下し、どういう展開作っていく、考えるな、感じろ、どうするんだよ、どうすんだ、感じろ、感じさせてくれ、血流流してくれ、血を流せ、戦え、女の子にね、おいでって連絡して化粧までして断るなんて俺はそんなことできない、どんな気持ちで化粧してたんだ、心を躍らして化粧してたかもしれない、よしちょっと配信頑張ろうって張り切ってたかもしれない、その気持ち踏みにじれない、リンの100人のアンチと戦うか、リン、支度終わってない。断るわ。あ、ナイス押して。もうナイス減ってる。断るわ。うん、ごめん。断る。
断ります、すいませんでした。あ、もしもし、はい、はい、あのやっぱりアンチが多すぎて、りんちゃん、はい、もうこれ以上はちょっと無理なんでごめんなさい。え、アンチ多いと無理なんですか？え、それでも金梅ファミリーなんですか？金梅さんアンチの声、私を気に入ってくれましたよ、うん、で、謝罪をちょっとしてほしい、嘘をついたこと。誰が？りんちゃんが。誰に？何のことですか？なんか嘘をついて命をネタにしたって言ってるんで。してないです、私も疲れたんです。あの、がん、じゃあ今説明しますね。とある私の元結構投げてたリスナーさんに、はい、あのステージ4の末期がんで、あのもういつでもモルヒネを打ってあのお医者さんに頼んだら死ねるって言われたんです、うん、で私お姉ちゃんが、まあ、病気っていう、まあ、種類は違えど病気っていうのがあって、うん、そのリスナーさんにすごいお世話になってたんで、急にそれを聞かされてリアトツ待ちした時にその人が来て、あ、ずっと見てありがとうね、あちゃん、一つ待ちした時にその人が来てそう言われてたんで、うん、で簡潔にまとめてくれるもん、話が長い、りんちゃんに。だからそうやって言われたんで、あのりんちゃんとあのモルヒネを最後に打って亡くなる前に会いたいっていうのを3回くらい3、4回繰り返して会って、全部私がおごって繰り返して、なんかおかしいなって思って蓋を開けたら、あのガンが嘘だったって話です。もうそのモルヒネで死ぬも全部嘘だったって話で、私も騙された側で、私は今日死ぬよって言われて、で亡くなったっていう話をしたんだ配信で。いや違う、この時間のこの日にモルヒネを打つから、その1時間後には亡くなってるって言われたんで、それまでじゃあ黙祷みたいな感じで配信するって言ったんですけど、黙祷配信、うん、それはちょっとやばいでしょ。もう黙祷配信っていうか、その時間帯打たれた、例えば朝9時だったら9時にはこうもう自分の中で黙祷して、はい、であのよく頑張ったねっていう感じで、なんか本人に願掛けして、うん、でその人との思い出話、飲みに行った時の思い出話とかをしたりして、うん、でその日の夜中にごめんなさい、実は生きてましたって言われたんですよ。でなんかそれを 2,3 回繰り返されたら、今日こそ死にます、今日こそ死にますって繰り返されたので、うん、ネットってそういう人多いから絶対真に受けてね、うん、やっちゃダメよ、うん、そう真に受け、私はほらまだそれ見てる人はあのなんか死んだことをネタにしてやっぱ生きてたって、なんかふざけてるように見えちゃう人もいるから、はい、でも私は、ま、うん、真面目に受け取ってたし、うん、それで私が嘘をついたっていうのは、うん、私もそれが嘘だったっていうのは配信上ではまくったので、うん、病気が、うん、ついてないです。嘘だったら私配信上でその人呼び出してあの話聞いて、うん、嘘って正直に言ってほしいって言って実は嘘でしたっていう話しないですよ、うん、まあ話は分かった、はい、じゃあ、うん、今から向かいますね、とりあえず。あのそういう今後そういう